はいどうも、トラジローです。今回ですね、初心者向け暗黒騎士の戦い方について解説していきたいと思います。暗黒騎士については過去に解説しているんですけども、こちらそちらに補足を足したリメイク版の動画となっております。タンクそのものの役割や動き方については別動画で解説しているので、概要欄にリンク貼ってますので、そちらを参考にしてください。今回解説するテーマはこちら。基本コンボは1ルートと攻撃スキル。暗黒剣は70までは気にせずに使う。ブラッドゲージの使い方と溜め方、暗黒騎士の真骨頂ブラックナイト、レベル80で火力アップ、防御スキルの使い方、スキル回しについて解説していきます。で、まず簡単に暗黒騎士の特徴を話しておくと、大前提として暗黒騎士は攻撃にも防御にも MP を使うので、MP の管理が大重要というジョブになります。それを踏まえた上で解説していきます。でまず基本コンボは1ルートということなんですけども、暗黒騎士他のタンクジョブに比べてコンボのルートが少なめです。なので攻撃に関しては比較的扱いやすいジョブとなります。でまず基本コンボはこのハードスラッシュから始まります。ハードスラッシュから始まり、次にサイフォンストライク、その後にソウルイーター、この3つのコンボになります。でスタートのハードスラッシュに関しては普通に攻撃するだけなんですけども、サイフォンストライク、こちら自身の MP を回復するというものになります。続いてソウルイーター、こちらコンボボーナス、自分の HP を回復する、回復力300、ブラックブラッドを20上昇させる。こちらのブラックブラッドについては後ほど解説します。暗黒騎士は HP を維持しやすいジョブとなります。はい、ということで実際に基本コンボの流れを見ています。ハードスラッシュ、サイフォンストライク、ソウルイーター、はい、基本はこの流れになります。で暗黒騎士は基本これで攻撃していくんですけども、他にアビリティがあります。例えばカーブ&スピリットなんですけど、こちらリキャスタイム60秒、対象に物理攻撃威力450、追加効果自身の MP を回復する、非常に強力なアビリティなんですけども、こちらスキルとアビリティの違いについて簡単に解説しておきます。まずスキルに関してはウェポンスキルというもので、基本的にこのようなコンボ攻撃になります。はい、このように待機時間が発生しています。これを GCD というんですけど、これとリキャストが別なのがアビリティです。なのでアビリティを使うときは、このウェポンスキルとウェポンスキルの間、この待ち時間の間に挟み込むように使うようにして使います。なのでこのカーブ&スピリットもそのようにして使います。まずはご覧ください。はい、このようにスキルとスキルの間に使うようにするのがアビリティです。暗黒騎士はこのアビリティがそこそこな数あります。次にアピサルドリン、こちらもアビリティで、対象を中心に無属性魔法範囲攻撃威力200、追加効果自身の HP を回復する、回復力200と、こちら範囲魔法となってますので、できればね、雑魚戦とかでは敵がまとまっている状態で使うとより効果を発揮できます。というのも、自身の HP を回復するっていうのが、その当たった数かける200なので、多く敵を巻き込むことで多く HP を回復するっていうものになります。こちら魔法なので離れて使います。続いてブランジカットです。レベル54から使えるんですけども、対象に飛びかかりつつ物理攻撃威力200、最大チャージ数2ということで、高レベルになるとストック2回連続で使うことが可能になります。このアビリティを使うパターンは敵から離れている時に使います。はい、このようにして近づいて攻撃を当てます。ただ、戦闘中どんどんこのストック数がね溜まっていくんで、使わないのはもったいないので1ぐらいは残しつつ、通常攻撃のこの間にね、また挟み込まって火力を稼ぎます。続いてソルトアースなんですけども、指定した地面を中心にダメージエリアを生成する、範囲内に入った対象に無属性ダメージを与える、威力60、効果時間15秒。このようにして配置する位置を選択します。まあそこに雑魚がいるとしたら、このようにして選択すると、はい、配置することができます。この間この中にいる敵にダメージを与えるんですけども、要するに毒ダメージと考えてもらったらいいです。この状態でずっとダメージを与え続けると。できるだけ雑魚が複数いるときは複数中に収めるようにしてください。でそもそも戦闘とかタンクに慣れてないし、こんな難しいスキルやわって思う方におすすめのマクロがあります。この文章をマクロに打ってもらえばいいかなと思います。こちらどういうことかというと、ソルトアースを自身に発動させるってことなんですよね。ということはこのマクロを使うことで、わざわざねこう配置するのを選ぶことなく、自分がいる場所にすぐさま設置するっていうものになります。
こうやって戦闘中の場合、ここでソルトアースを使います。はい、このように即座にね、自分のいる場所にダメージエリアを出します。ただこちら自身の周りにしか発生しないので、遠くのとこにはできないのでご注意ください。次のテーマ、暗黒剣は70までは気にせず使うってことなんですけども、暗黒騎士は MP 管理が必要と最初に言ったものの、レベル70までは気にしなくていいです。これなぜかというと、攻撃面にしか MP を使用しないからです。で、序盤 MP を使うのは2つのアビリティのみになります。こちら暗黒の剣、対象に無属性魔法攻撃威力350、自身に暗黒を付与する、効果時間30秒、暗黒効果、自身の与えるダメージを 10% 上昇させる、すでに暗黒が付与されている場合はその効果時間を30秒延長する、最大60秒まで延長することができる、ディキャストタイマーを暗黒の波動と付与する、攻撃力のものを MP3000 を消費して使うアビリティでございます。スキルとは別なので、こちらもスキルとスキルの間に挟み込むように使います。で、使うことによって30秒間攻撃が 10% 強化されるものが付与されるということで、自分を強くするためのアビリティです。でこちらリクエストタイマーを暗黒の波動と付与するってことなんですけども、こちら暗黒の波動、効果はね全く一緒なんですけども、威力が若干落ちるものの複数の敵に当てることができるようになります。こちら直線範囲魔法攻撃となって、要はボスで使うか雑魚戦で使うかの2種類になります。ちなみに高レベルになると、漆黒の波動と漆黒の剣というように効果は全く一緒なんですけど、単純に威力が強化されたものになります。漆黒の剣だと威力500まで上がるし、漆黒の波動だと威力300まで上がると、非常に強力なアビリティとなります。はい、自身に暗黒が付与されるとこのようなタイマーが表示されます。このようにね、画面のどこかにこんなものが出ると思うんですけども、残り今18、17となってますが、この間自身の当たるダメージが 10% 強化された状態となります。暗黒騎士はね、これを常に維持した状態で戦うことを意識するようにします。あ、消えそうだなってなったタイミングでもう一回これを使います。ただこれ非常に強力なアビリティなんですけども、 MP を3000と非常に大きく消費します。なのでこれ連発しちゃうと MP がなくなっちゃうんですけど、これ MP なくなって大丈夫なのかなって思った方は、タイトルにもある通りレベル70までは気にしなくていいです。ただレベル70以降になると防御面で MP を使うようになるんで、それについては後ほど解説します。次にブラッドゲージの溜め方ということなんですけども、まずこのゲージをご覧ください。現在0なんですけども、これは最大100まで貯めることができて、50消費して強力なスキルを使うことができます。使えるスキルは3種類あります。対象に物理攻撃威力600、発動条件ブラックブラッド50と、こちら暗黒騎士の中で最も強力なスキルとなります。でもう一つはクワイタス、自身の周囲の敵に範囲物理攻撃威力200、こちらもゲージを50消費して使用できます。要はこれ簡単に解釈すると、ブラッドスピラーは単体攻撃、クワイタスは範囲攻撃、要は雑魚戦なので使うといった流れです。でもう一つのスキルは何なのかというと、こちらレベル80で使えるようになるエイシング弦ってことなんですけど、こちらゲージ50を消費して自分の分身を召喚させるっていうアビリティなんですけど、これについては後ほど解説いたします。これを使うには先ほどのゲージを50消費すると言ったんですけども、このゲージどうやって食べるのかっていうと、通常コンボで食べます。それはソウルイーターです。ソウルイーターコンボの3発目に使うとコンボボーナスブラックブラッドを20上昇させる、これでゲージを貯めていきます。はい、このようにねソウルイーターまでいくと20貯まります。ただこれだとねなかなか貯まりにくいということで、このゲージを貯まり方を加速させるアビリティがあります。それがブラッドウェポン、一定時間自身のウェポンスキルおよび魔法が命中すると MP を回復する、さらにブラックブラッドを10上昇させる、範囲攻撃を2体以上の敵に命中させた場合効果は1体のみ発動するってことなんですけども、つまりどういうことかというと、このようなハードスラッシュといった何の特徴もないスキルを使った時にブラックブラッドを10上昇させる効果をつけます。さらに MP を回復する効果をつけるので、 MP をよく使う暗黒騎士にとってはもうめちゃくちゃありがたいアビリティとなります。このブラッドウェポンを使って一連のコンボを使うと、ハードスラッシュで10、サイフォンスラッグで10、ソウルイーターを使うとプラス10して30溜まります。で合計50溜まって、この50が溜まることによってブラッドスピラーが使えるというような一連の流れができます。まずはね実際に見てみましょう。でブラッドウェポン自体は効果時間が10秒と短いので、この間にできるだけスキルを叩き込みます。まずはブラッドウェポンを使います。
はい、で元々20溜まってたんで50プラス入って今70溜まってます。この状態でブラッドスピラーを使います。はい、かっこいいですね。これが暗黒騎士の単体最強スキルとなります。でこのゲージの注意点は、最初ね結構この暗黒騎士に慣れていないとこのゲージ見落としがちなのですぐ溢れてしまう可能性があります。というのも最大100になった状態でまたこのソウルイーターを使ってしまうと20溢れて蓄積されなくなってもったいないということで、序盤は気づいたらこのゲージを消費するっていうのを心がけてもらったらいいです。あとはクワイタスですね。このような範囲攻撃も雑魚戦で使うようにしましょう。これと関連した優秀なアビリティがあります。それがブラッドデリリアム。リキャスト90秒とちょっと長いんですけれども、一定時間クワイタスとブラッドスピラーをブラックブラッドの消費なしで実行できるようにする。さらにそれら命中時に自身の MP を回復する効果時間15秒ということで、要はこれ10秒間の間この強力なブラッドスピーラー打ち放題となります。一応このブラッドデリリアムを使った限りは、ブラッドスピーラーを5回使うことを目的としてください。雑魚戦とかの場合はこのクワイタス5回を目指してください。で5回使うためにはこのブラッドデリリアムを使用直後にすぐねこのブラッドスピーラーを使う必要があります。まずは流れをご覧ください。はい、そういったように5回を使うことを目標に使いましょう。次に暗黒騎士の真骨頂ブラックナイトってことなんですけども、こちらレベル70から使えるスキルになります。ここでようやく MP 管理の重要性っていうのが出てきます。まずこちら効果をご覧ください。ブラックナイトリキャストタイム15秒、消費 MP 3000、自身またはパーティーメンバー1人を対象として一定量のダメージを防ぐバリアを張る。このバリアは対象の最大 HP の 25% 分のダメージを軽減する。効果時間7秒。バリアがダメージを完全に吸収して消滅すると暗黒騎士の自身にダークアーツを付与する。ダークアーツ効果 MP の代わりにダークアーツを消費して漆黒の波動および漆黒の剣を発動できる。ちょっと説明が長いんで砕いて説明します。まずね単純にバリアを張るってものなんですけども、例えば自分の HP が1万だったとしたら2500のバリアを張ります。仮に例えばバリアを2万5000張ったとしてダメージを受けたのが2万6000やったとします。するとバリアは割れます。でそしたら自身にダークアーツというものが付与されます。でこのダークアーツは MP の代わりにダークアーツを消費して漆黒の剣を使います。先ほど言ってたこの自身に暗黒を付与するやつですね。こちら消費 MP が3000なんですよね。それを無料で使うことができるようになると。つまりどういうことかというと、ブラックナイト自体は MP を3000消費します。でまずはこれで攻撃を防いで、あえてねバリアを割ります。基本的には敵の攻撃を受け続ける限りは割れるようなものとなっています。でこれが割れることによってこの漆黒の剣を無料で使うことができる。つまり防御を攻撃に転換するっていう機能がこのブラックナイトにあります。これが非常に強力なポイントで、同じ消費 MP3000 なんですけども、どうせこの漆黒の剣を3000消費して使うぐらいであればできるだけブラックナイトで敵の攻撃を防ぎつつ、その後無料で漆黒の剣を使う方がお得というわけです。ただこのブラックナイト効果時間が7秒なので、状況によっては割れないこともあります。割れないと逆にこの漆黒の剣が無料で使えないんでちょっともったいないということで、できるだけあえて割るというようなイメージを持ってください。ブラックナイトはダンジョンとボス戦で若干使い方が分かれます。ダンジョンだとこう敵をねいっぱいバババーっとねまとめるかどうかは分かんないんですけども、まあ雑魚は基本的に複数絡まれます。じゃあ複数絡まれた時点でこのブラックナイトを使うと、そしたら割れます。そしたら雑魚に対しては漆黒の波動です。こちら直線範囲実際見てみましょう。使って、はい、このように直線上に解き放します。これここにいる敵に複数に当たるので雑魚に対してはこれを使うようにしましょう。じゃあボス戦はどうなのかっていうと、ボス戦に関しては、敵の強力な攻撃、例えば何かを詠唱してきたという時にとっさにこう使ってね、割れた時はこの漆黒の剣単体に対して使うという流れです。ちなみにこのブラックナイト、味方にも投げることができます。パーティーにね例えばギミック処理してて、味方が死にそうってなった時にこれを投げて助けてあげることがねできる時があります。これ決まるとねめちゃくちゃなんかちょっと、イケメンやんっていう感情がねあるかなと思います。はい、ちなみに後半になると MT、ST ってメインタンク、サブタンクと分かれると思うんですけども、サブタンクに回った時はこれをメインタンクへ投げるようにするといいです。このブラックナイトを使っていく点で注意点があります。最初にも言った通り MP の管理が重要ってことなんですけども、このブラックナイトと漆黒の剣、これらを MP を管理しながら使っていくことになります。
で、暗黒騎士は様々なスキルにこうカーブ&スピードとかね MP を回復するっていうものがあるんですけども、無意識にやってると MP すぐいっぱいになります。 MP 最大1万なんですけども、これを溢れないように MP を調整して使うことも大切です。なのでもう MP が溢れそうだなと思ったら漆黒の剣とかでこうバーンと使って MP をあえて減らします。ただこれも使いすぎると MP がなくなって、今度は MP がなくなるとどうなるのかというと、ブラックナイトが発動できなくなります。でブラックナイト発動できないイコールタンクとしての役割が皆無ということで、最低でもこのブラックナイトを1回使うのは3000なんで、最低でも3000はねキープするようにしましょう。ちょっと不安だなと思う方はもう5000以上とか6000とか2回分ぐらい残していくのも手です。続いてレベル80で火力アップってことなんですけども、はい、ここで先ほどのスキル紹介です。ブラッドゲージをね消費するっていうところに戻るんですけども、エーシング源リキャスタイム120秒とちょっと長めです。自身と共に戦う英雄の英心を具現化する、効果時間24秒、英雄の英心による攻撃の威力300、発動条件ブラックブラッド50と、ゲージを50消費して分身をね召喚するというアビリティになります。これも実際見てみましょう。かっこいいですね。で今のは7回攻撃しました。つまりこの分身の威力は、技能力が300なので 300×7 ということで2100、全部当てることができれば2100の効果があると、非常に強力なアビリティです。ただ2点ほどちょっと癖があるというアビリティなんですけども、さっき見てもらったら分かったと思うんですけども、攻撃するまで、召喚してから攻撃するまでがひわーんって出てきて、あの時間が無駄に長い。あともう一つは戦闘の終わりかけに使うと良くないということです。つまりね、例えばダンジョンとかだと、今雑魚グループ一つの雑魚グループを倒してもうちょっとで倒れそうだよという時にこれをね使ってしまうと、もう敵がね倒れてこの分身が攻撃できなくなっちゃったら、その分無駄になるんですよね。なのでできるだけ戦闘の序盤に使って、この攻撃をできるだけ当てるようにっていうことを心がけます。他にもボス戦で蛮神戦とかでね、途中でなんかある程度 HP 減らしたらなんか蛮神がどっか行って攻撃できなくなって、なんか急に大技使ってくるっていう時がねもうほぼほぼあると思うんですけども、そういった移行前にこれを使っちゃうと、相手大技バーって使ってる中でこっち分身召喚しちゃってるっていうね、謎の時間ができてしまうんで、そうならないようにできればその大技が終わった後に合わせるように使えるといいです。一応この暗黒騎士の中ではこれが最も火力が出せるアビリティとなっています。続いて防御スキルなんですけども、まずタンク全部に共通するランパートですね。一定時間自身の非ダメージを 20% 軽減させる、効果時間20秒ということで、これは神スキルなので必ずセットしておきましょう。あとはねリプライザル、これも重要なのでセットしておいてください。自身の周囲の敵の当たるダメージを 10% 減少させる、効果時間10秒ということなんですけども、これ簡単に例えるならパーティー全体の防御力を 10% 上げる、自分含めてということなんで、これも優秀なのでセットしておきましょう。であとは暗黒騎士の持つ防御アビリティなんですけども、シャドウウォール、一定時間自身の非ダメージを 30% 軽減させる、効果時間15秒、これは全タンクに共通するアビリティで、非ダメージ 30% 軽減するのは全タンクにあります。これも強力なんで、もう気づき次第使っていくっていう流れで大丈夫かなと思います。暗黒騎士は魔法に対して強いっていう特徴があって、こちら一定時間自身の非魔法ダメージを 20% 軽減させる。魔法ってなんじゃいっていうねパターンがね、多いと思うんですけども、例えば雑魚だったらね、栄翔とかブリザードとかファイアーとか、そういうのが見えたらこれを合わせて使うことができるんですけども、ボスがいかんせん分かりにくいです。特にね後半になると、ね、よく分からん名前ばっかり使ってくるんで、これの魔法の判断は実際使ってみないと分からないというところで、とりあえずね最初は敵の栄翔が見えたらこれを合わせて使うっていう風にやれば、相手が魔法だったら大きく軽減できると。でリキャスタイムは60秒とちょっとね早めなんですよねこれ。なので気づき次第使うっていうね癖付けをしていけばいいかなと思います。でもう一つはダークミッショナリーですね。こちら一定時間自身と周囲のパーティーメンバーの非魔法ダメージを 10% 経験させる、効果時間15秒、こちらもパーティー全体自分含む魔法ダメージを 10% 経験させると。で効果時間が15秒と長めなんで、例えば全体攻撃で連発してくるやつっていると思うんですけど、それに合わせて使うと軽減効果が大きいと。あとはブラックナイトですね。先ほど説明したブラックナイトでバリアを張りつつ、でブラックナイトの特徴というか暗黒騎士の特徴なんですけども、ブラックナイト
発動して同時に防御バフも発動することができます。はい、ではスキル回しを解説する前に、ここまでちょっとまとめたいと思います。まずブラッドゲージは溢れないようにすること、ブラックナイトは割れるように使うと、 MP は最低でも3000残すことを意識する、アビリティはリキャストごとに打とうという流れになります。はい、ではまず実践でスキルを使って解説していくんですけども、まずダンジョン用とボス用と2つに分かれて解説します。まずダンジョンで、最初の動きを解説します。まずアンメンドという遠隔魔法攻撃を使います。威力150で追加効果が敵士アップっていうことなんで、要するにこれを使って敵をまず釣るという行為を行います。でその後もし距離が離れていればブランジカットとかを使って一気に近づくっていうことを行います。でさらにその後暗黒騎士の範囲攻撃を行います。自身の周囲の敵に無属性範囲魔法攻撃とよく150で、さらにこの後レベル72以降になるんですけども、ストルワートソウルというものを使います。こちら、アンリッシュと同じように自分の周囲に魔法攻撃を行うんですけども、コンボ時威力160、それ以外にコンボボーナスがすごく優秀で、自身の MP を回復するおよびブラックブラッドを20上昇させるということで、あのゲージをね20上昇させるという効果もあるんで非常に優秀です。でダンジョンを想定して改正するので、基本的には雑魚に複数に絡まれるということで、複数相手に戦うスキル回しの流れを紹介します。はい、まず自身がねこうやってダンジョンをこう移動してたとして、あそこに雑魚がいるとします。そしたらまずアンメンドで敵を釣ります。で距離がある場合はブランジカットを使って自分から近づいてやります。でさらに直後にアンリッシュを当てる。これで、複数の敵を釣ることができます。自分にヘイトを向けます。でその後ストリートワードソウル、こちらを使ってゲージを耐えます。でさらにもしブラッドウェポンが使えるのであればブラッドウェポンを使ってさらに範囲攻撃を行ってどんどん溜めていきます。ゲージをゲージが溜まりました。使えるのであれば分身を出現させます。その間もどんどん範囲攻撃を行っていって、アピタルドリン、これも使えるのであれば使います。はい、でゲージがまだ50になりました。でまだ敵が複数いる場合と想定してクワイタスを使います。はい、といった流れです。はい、ここでクワイタスを連発します。とはよく言えばフークアースを使う。はい、これを発生しながら範囲攻撃をどんどん使うと、最初はねいきなりバーってやるとね、何じょこっちゃってなるんで、あの一個一個しっかり使っていけばいいかなと思います。
以上で暗黒騎士の解説は以上となります。いかがでしたでしょうか。これからね暗黒騎士を始めようとしている方、もしくは暗黒騎士始めたけどようわからんわっていう方のね参考になればと思います。何はともあれ暗黒騎士はアビリティとかスキルどれもがかっこいいんですよね。すごい中二病心をこうくすぐられるというか、武器も今使った武器アニマウェポンなんですけど、こう光る武器があってちょっとこう闇っていう感じのねかっこいい武器も多いので、ぜひおすすめしたいジョブであります。それでは今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。